動きがぎこちないが、まあいいだろう。なんだよこれ。逃げ切れない。俺の指示に従え。指先に神経を集中させて解き放つんだ。いいぞ、そのまま攻め続ける。相手の攻撃は守りを固めれば軽減できる。やるじゃねえか。残りを片付けようぜ。何なんだよこの力。俺がいなければあいつらにやられていたってことだ。さっさとお前の用事を済ませようぜ。そうだ、妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろう。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやるよ。それにしてもひどい景色だ。ここまでかな。これが本当に渋谷なのか。ここだ。なんだこれ。向こうの世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。お前でも力は得られるみたいだな。妹ってのは病人なのか。ああ。それはタイミングが悪いな。病室は4階だったが。何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために。あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか。どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。待て、あいつらはまだこっちの存在に気づいてない。見つからないようしゃがみながら背後へ近づけ。それでいい。恐れずにやることが重要だ。あ、お前も力の使い方が分かってきたみたいだな。こういうところはまれびとが多い。気をつけろ。まれびと。さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼んでいる。今度はチャージショットを試してみるぞ。一気に引き抜いてやれ。完璧だ。今のは奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。いるぞ。気を抜くな。エーテル結晶体で補給をしておけば。
嫌な気配がする。なんだ。気をつけろ。状態じゃないぞ。マリー落ち着け。目に見えることを全て信じるな。にしてアチラ側と接続されている。まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。人間。もう一人。お前は、愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそ逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。マリに触れるなと言ったよ。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。何もしなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。嫌だ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あ
んたを信じろってのか。無理にとは言わん。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリ、僕は伊吹明人だ。今さら自己紹介かよ。まあいい。KK だ。名前は捨てた。KK。マリを頼む。俺には戸締まりしろってうるさいくせに、これだよ。マリ！マリ！しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。チッター見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい。居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行った奴の居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。